今日はスパイスカレーの店スーパースター自由が丘の学園通りにあります。カレー専門っていうオレンジの看板もあるので分かりやすいです。お店は階段上がって2階、入り口には雑誌で取り上げられた記事など貼ってあります。では入ってみましょう。はい、こちらがメニュー。今日はオリジナルチキンカレー、辛口キーマカレー、マイルドなどがありますね。で、俺は当然ダブルのせカレー行ってみたいと思います。じゃーん、やってきました。こちらがスパイシーなチキンカレー、そしてこちらがキーマカレー。薬膳っぽいね、なんかね。チキンカレーはルーを200円で追加しました。ヨーグルトと浅漬けもついてきます。チキンカレーはクミンシードとカルダモンシードの香ばしさが特徴で、銘柄鶏の大山鶏が入ってます。そしてキーマカレーはクローブの苦味とコリアンダーが特徴的で、食欲を増進させます。そして最後はチキンとキーマを混ぜ混ぜして、あっという間に完食しました。とっても美味しかったです。また来週来ようかな。カレースーパースター自由が丘です。皆さんもぜひ行ってみてください。